とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、シドの使い方をやります。ゾーラ族の王子は、どんな強さを見せてくれるのでしょうか。それでは、早速、行ってみましょう。それでは、やっていきます。シドはね、他のキャラクターとちょっと違うところがあって、強攻撃の後に ZR を使ってさらに強力な攻撃を打つことができます。で、この ZR をね、押すタイミングっていうのが各攻撃ごとに若干違うんだよね。まあ、それは多分3、4回使っていくとだいぶ慣れてくると思います。基本的にシドはかなり強い。超強キャラです。ランキング出したけども、ほんと5位、シドにしようかね、悩んだぐらい、それぐらいのね、ポテンシャルを持ってます。基本的な攻撃としては、通常5からの強攻撃。これがね、わけわからないぐらい強い。最後の攻撃も、前方の敵かなりの数を巻き込んで攻撃するし、ダメージも半端ないので、めちゃくちゃいい。で、通常4からの強攻撃。それは前方の敵をだいぶ巻き込んで渦潮を巻き上げるっていう技で。これもね、雑魚的にすごい使える。でもまあ基本的にはね、通常5からの強攻撃に ZR。これだね。この攻撃が間違いない。間違いなく強い。で、通常の3からの強、そして通常1、もしくは2からの強攻撃。これもまあ、見た目はかっこいい。し、雑魚戦では使えるので、まあその場の雰囲気によって使い分けていくといいね。まあ基本ネームのが来たら、チャージ5からの強攻撃 ZR。これが間違いない。で、雑魚敵と戦うのも、かなり得意なキャラクターなので、必殺技ゲージは溜まるよ。溜まります。なので必殺技は常時3つ溜まってるぐらい、かなりいい感じに、ストックできます。じゃあ、でね、シーカーセンサー技がちょっと癖がある。シドは。シーカーセンサー技はちょっとね、気をつけた方がいいかな。このビタロックにしても、他のキャラクターとは違って、止めておく時間が短いので、B ボタンでキャンセルしたとしてもそんなに与えられない。ここは必殺技で、2体とも沈めます。もうここのステージもね、だいぶやってきてるから、場所は大体わかってる。ここだね。こっから下に降りる。うん。ここをやり込んだ。はい。まあ、とにかくシーカーセンサー技は、癖が強いっていうのを覚えておいてください。特にね、爆弾。リモコン爆弾の癖がすごい。なんか野球みたいな感じ。トス上げてもらって打つみたいな感じの、爆弾なんだけど、あれはね、慣れないと、全く、爆弾撃てないから。それだけはちょっと気をつけた方がいいですね。うん。通常攻撃とかは全然強いので、どんどんやっていってください。いたか。ちょっと待って、ビタロック。ビタロックも止めとく時間がね、長くて、キャンセルして、通常5からのね、強攻撃 ZR ができれば、ガリッと削れるんだけど、ちょっとそれはね、できないんだよね。はい、通常3の ZR も超広範囲。さあ、必殺技も溜まってるからどんどん打つよ。そしてこっちか、あ、違う、ちょっと待って。いた、さっきなんかプスって横から刺されたんだよね。どっかにいると思ったらお前たちか。ちょっとこいつらはちょっとやっていこう。ようもやりやがったな。はい。では、上に行きましょう。
移動もかっこいいよね。このサーフィンみたいな感じで。これイルカかな？イルカだよね。の上に乗って移動する。これも白のかっこいいところではないかな。はい、ガーディアン起動したけども、ここは特に無視していっていいでしょう。はい。あ、ここ、ボコブリンだね。盾を確か構えるから、爆弾使っていきます。爆弾を使っていけたらいいかな。あ、いけた、いけた、いくよ。はい。はい。そい。横から爆弾飛んでくるの分かる？ああいう感じで、爆弾をこうトスしてもらって、それを撃つんだけど、あれがなかなかね、最初は全く撃てなかったもん、俺も。ちょっと練習するといけるんで、はい、リモコン爆弾は他のキャラクターとは全然違います。あ、もう疎いな。はい、フィニッシュで、この先で、終わりだね。いきましょう。必殺技ゲージも3つとめちゃくちゃ溜まってる。もうほんとね、基本的にはチャージ、あ、チャージじゃない。弱攻撃の5からの強攻撃だね。それで全然いい。もうむしろほんとそれだけで、雑魚敵も、ネームの敵も、いける。余裕でいける。で、気分によって、攻撃4からの強攻撃、それに変えていってもいいかな。うん。まあ、基本その2つだよ。2つ。がめちゃくちゃ強いんで、間違いないです。はい。ゲージもね、強制的に露出させるんで、ゲージ削りもお得意です。じゃあ最後、ここのライネルを倒して終わりだね。ゴリゴリ行くよ。はいはいはい。おっしゃ、一発で削った。でもこのライネルはちょっと HP が高いので、これじゃ終わらないか。あ、終わるかこれ。ああ、今のフィニッシュはね、大体終わるやつのフィニッシュだもんね。はい、ということで今日は白使ってみました。この ZR のタイミングがね、ちょっと全部の、強攻撃からの下りで違うので、まあそこは3、4回使ってみれば分かってくるかな。うん。まあ、すぐ慣れると思います。かなりの強キャラなんで、おすすめですよ、シド。はい、ということで、今日はシドを使ってみました。シドはね、かなりの強キャラになってるので、ZR がうまいこと出せるようになると、かなりいい感じになってくると思います。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画も上げておりますので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。